この食料コスト高騰の時代、いかに効率よくお腹いっぱいになれるか、それが人類の大きな課題となった。そんなこの時代に一石を投じるこの動画、それが限界2合飯。どこまでの食材なら2合のご飯を20分以内に食べきれるのか、2合飯の限界に挑戦します。今回の2合飯はこれで食べる。今日はこのカラムーチョ1枚で2合飯を食べるぜ。事情があって声をあんまり出せないんだ。はい、ということでね、ただいまの時刻は23時46分でございます。もう深夜帯になろうとしておりますけども、今日はね、あんまりね、声が出せない。もうびっくりした。タイマーが鳴った。蒸らしが終わったタイマーですね。ここはね、実家なのでね、あんまり声が出せない上でね、家族が寝てるんで静かにこの照明も最小限にしてね、やっております。ということで、お米が炊けたのでね、見てみましょうね。オープン、オープン。あつつつ、あつつつ、取れてる。こんな感じです。お、すごい焦げてる。あれ、おかしいな。めちゃめちゃおかしいな。まあいい、まあいい。ということで、このようにね、お米はバッチリ炊けました。ではね、それでは今日の食材、カラムーチョ、ね、これを1枚今から選んでいきたいと思います。でかいやつだよね。おお、でかいのは、でかくてもね、ちょっと辛そうなやつがいいんだよね。ご飯が進みそうな。お、これか、これか、これかな。うわ、これだね。これがいい気がするね、これ。じゃあこれでいきたいと思います。これね、じゃがじゃん。この1枚で2合飯いきたいと思います。前回はね、見ていただいた方はご存知だと思うんですけどね、ずるじゃないね、負けたんです。だからこれは一切手をつけない。今からね、ご飯をよそっていきましょう。なんかね、炊いてる時からね、ちょっと焦げ臭い匂いしたんだよな。多分ね、火がね強かったんだと思う。焦げがねあるね。でもね、焦げはね、この企画において悪くない。わざとじゃないよ。はい、ということで、2合飯今ね、よそいました。土鍋を使って2回目のね、炊飯だったんですけどもね、まだまだですね。じゃあこれは避けます。カラムーチョ1枚、そして水、ギブアップした時の塩。はい、ということでね、これから20分でこの2合飯とカラムーチョ1枚を食べていきたいと思います。あんまり声は出せません。では20分スタート。これ映ってんのか。これよし、いただきます。よし、まずはご飯だけでいただきます。焦げついてる。ちょっと硬いね。嘘でしょ。硬えな、これ。
焦げてるからね。歯に挟まったら 4,5 時間取れねえやつだこれ。うわこれはねこれは過酷だぞこれ。まだこんなんの、こうくっついてる、くっついてるやんけ。ああかっけえ。ちょっと柔らかい雷おこち食べてるみたい。歯むきいて、これは炊飯失敗だよね。うわこれは進まないね。硬いんだよ、米が硬いんだよ。とりあえずちょっとこれで味変しないとね。焦げてばっかりで焦げが苦くて食べれない。ちょっと割るよ。ねこんな感じね。とりあえずこれでいこう。うわうわもう4分の1ぐらいじゃんこれで。そうこれでどれだけ食べれるかね、勝負です。うわあでもちょっと辛みが残ってる。今行こう。あかっけえかっけえ。米がね雪崩のように喉を通っていくからね、辛みのね登山者雪崩によってね飲み込まれてくね。これうまいこと言ってないねこれね。もう4分の1でいく。これは分かった。分かった。これね食べてすぐにご飯に行っちゃいけない。食べてこれを食べて辛みが口の中に充満してからご飯行かなきゃダメだよこれね。分かった、よかった、早めに分かった。行くよ。対流よし行こう。あ辛い、逃げ。20分の11ぐらい残ってるかな。要は半分以上残ってるよ。あやばい、9分しかない。2連敗はまずい。あこれガチで厳しい。対流辛いより苦い。やばいね、6分しかない。やばいよ。0時13分だって0時13分に何やってんだ。もう行くしかないね。よし次これね。海苔ある、口の中に海苔できてるこれ。水ね、口に入れるとこの水のりになるからね。言ったけど水のりだよ。水のりでノリノリだぜ。ラストね、ここで勝負をかける。まあちょっと私頭いい、なめなめでいくからね。最初からなめなめすりゃよかった。
様でした。1分25秒残してクリア。もう厳しかった厳しかったね。やったよ。カラムーチョ1枚で2合飯大成功0時20分ですうわめちゃめちゃうまい。シンジ週刊文春に乗れ。はい、ということでね、今回の限界2合飯はね、カラムーチョ1枚で2合飯を食べるということでね、やってきまして、ご覧いただいた通り大成功ね。頑張ったと思う。前回があのように不甲斐ないね結果に終わったのでね、今回正直気合い入れてね、ボケなしで、前回ボケあったのかな。それでは次回のね、ルーレット回していきたいと思います。はい、ということでね、今回のルーレットはこのような目になっております。ざっと言いますと、1番ねるねるねるね出た、2番サンマのかば焼きの缶詰、3番高め4番たくあん一切れ、5番タラタラしてんじゃねえよ、6番カレーパンの6択となっております。さあルーレット回していきましょう。じゃあルーレットスタートここでいいか。はい、ルーレットスタート。何が出るか。じゃが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 、出来ます。た、止まりました。ここ何番、ここは6番かな。6番だね。よし、6番に止まりました。6番。はい、カレーパーン。6番カレーパンです。カレーパンでもこれは楽かもしれないな。じゃあ次回はカレーパンで2合飯を食べていきたいと思います。シンジ、カレー臭がするぞ。